おはようございます、吉谷さん。ネットビジネスね、成功する方法、まあちょっとそのヒントとして、私最近やってる試みがあるんですよ。まあそれは毎朝のライブ放送で、お金の勉強っていうシリーズをね、今やってるんですよね。で、6、7、8月、これ3ヶ月かけて年の瀬恋愛っていうのをやったんですけども、おかげさまで年の瀬恋愛、私の放送を見て影響を受けてね、年の瀬恋愛を成功させた方もいらっしゃって、で年の瀬恋愛の大前提としてはやっぱりね、年上の男性はやっぱり20代の女の子から見て40代の男性っていろんな意味で頼りがいがないといけないから、その一つ稼ぐ力ね、これが圧倒的にないとその年まで何やってたのっていうふうな頼りなさを感じさせてしまうんじゃないかなと思いまして、私一つはねやっぱり稼げることっていうふうな、まあお話をしたんですよね。で結局その方はお付き合いした時は350万の年収だったんですけども、これから先ね副業でプラス10万とか15万とかっていうのをね狙って、年収で500万ぐらいにはね1年後にはなっていきたいってことだったんで、プラスの150万積み上げるように今指導させてもらってるんですよね。で年間で150万のプラスというと月間で10万でそこそこ見えてくるんで、これは無理な話じゃないと思うんですよね。で最初のうちは最初の1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいはポイントサイトとセルフバックで10万を叩き出すことはね可能だと思いますので、それをやってもらおうと思って今続けてるんですけども、まあなんとかね今8月と9月と10月と3ヶ月を通じて10万を切ったことはないんですよ。でもそろそろ案件が厳しくなってきていろいろと探せなくなってきた、であったにしても自分には適さないのが目立ってきたんでっていうことだったんですよね。それを予見してずっとやってきたセルフバックやポイントサイトの方法をレポートでまとめて、それを発信してですね、まあ受け取っていただくってことをしたらどうかなってことをもう3ヶ月前に仕込んでましたんで、そちらの方も育ってきたらしいんですよ。で今回はそのお金の勉強っていう中でね、それとは別に私もね一からちょっとやってみようかと思いまして、ライブ放送の原稿を書くようにしたんですよ。でライブ放送の原稿をもとに、30分から40分おしゃべりして、で終わった後にね今日のライブ放送のネタ帳、これをレジュメにして、PDF で、お分けしますので、必要な方はご連絡くださいという形にしたんですよね。そうするとやっぱりくださいってお申し込みがあるわけじゃないですか。で、お申し込みいただいた方にはそれをあげるんですけども、そこでお話したのが、この私からの情報は受け取った瞬間にあなたのものです。ですからあなたがどのように使ってもいいです。無料で再配信するもいいし、ブログやメルマガに書いてもらってもいいし、 YouTube のネタ原稿にして同じような動画を拡散してもいいし、なんだったら私からもらった PDF ファイルをね値段をつけて売ってもいいですよっていうふうに拡散してるんですよ。で、私が渡した方がどのように使うか、これから楽しみだなと思うんですけども、結局ね私に直接アクセスできる人は私から PDF もらうし、私と直接アクセスできない方は多分私から PDF 受け取った方ならアクセスできるかもしれないんですよね。そしたらその人が有料で売っていても全く問題ないということになりますので、まあ有料にするか無料にするかはね、さておきですね。まあ再発信してプレゼントを出しますよってことで、さも自分のもののように、なんか拡散してもらったりとか、その原稿元に上手に喋ってもらったらいいかなと思ってますよね。まあ結局何のためにね発信するのかってことなんですよ。それは集客のためでしかなくって、単なる仲良しを作ったり、さらなるね、LINE アットに登録したりとか、さらなるチャンネル登録するために発信するわけじゃなくて、発信した瞬間、自分が事業元で、販売主で、儲けるためにやってるんだってことを忘れてほしくないかなと思うんですよ。人によってはね、1年間ぐらい、ただね、漫然と YouTube やって、収入全然上がりませんみたいな方もいらっしゃって、全然分かってないなとか思うんですけども、まあでもね、すぐには分からないというところもありますんで、繰り返し繰り返し、時にはこうやって今回みたいに私が事例を見せながらね、まあお金の勉強っていうライブ放送してそのレジュメを上げますよ、その行為そのものをあなたがやるべきなんですよってことをね伝えていこうかなと思ってます。まあネットビジネスっていうのはこれが全て空振りに終わったからといって損するわけじゃないですしね、着実に自分のセールスをしてみた、集客をしてみた、商品を扱ってみたっていう経験値は1個上がりますんで、その向こうに、年収350万を500万にする方法があるんだろうなと思いますね。はい、じゃあ今回はですね、お金の勉強についてお話ししたっていうことで、ライブ放送これからもますますレジュメが欲しくなるような放送にしていこうかと思います。はい、じゃあ以上です。いってらっしゃい。